レア君ハートありがとう。かぼちゃさんハートありがとう。レア君ハートありがとう。セイベさんハートありがとう。ミキヤ君ハートありがとう。おはよう。すいません。よいしょ。コウジさんハートありがとう。デオさんハートありがとう。アオイさんかわいい、ありがとう。ショウゴくんルーペありがとう。おはみん、マーキュルハートありがとう。コウジさんルーペありがとう。おはよう。ありがとう。ごめん寝坊しちゃった。とちゃんばあさんかわいい、ありがとう。ヘリアスミさんハートありがとう。レア君ルーペありがとう。今井吉さんハートありがとう。ゆずきちさんルーペありがとう。りょうじさんルーペありがとう。おはよう。ごめんなさい。体調はね、大丈夫。大丈夫。おはよう。お仕事行ってらっしゃい。頑張ってね。ありがとう。ありがとう。おはよう。ももんかさん。ルーペ。ありがとう。おはよう。そのまるママさんハートありがとう。まさやんさんハートありがとう。おはよう。おはよう。お姉ちゃんの目覚ましも鳴り響いてる。起きないかな。起きなさそう。みかんさんハートありがとう。去年の栗のアルフォートが冷蔵庫が発見されたから今食べてる。去年？大丈夫それ？大丈夫？栗のアルフォートでも美味しそう。めっちゃチョコは大丈夫なのかな、賞味期限とか。
おはよう。栗って美味しいよね。おはよう。梨、おっきい梨をもらってお母さんに。あるんよね、今冷蔵庫に。あれ今日食べんといけん。梨切って、洋梨食べたいな。洋梨食べた、今年ラフランス。洋梨美味しいよね。ゆずきちさん、ハートありがとう。おはよう。また年を重ねてあずみんちゃんと離れてしまった。そういうこと？私も年を取るから。一緒だよ、年取っていくのは。おはよう。今日は仕事休みだから、え、休みなん？いいね、それはウキウキするわ。ゆっくりして、うん、ゆっくりしてください。ミッキーさん、ルーペありがとう。おはよう。ねえ、洋梨おいしいよね。あ、食べたの？いいな、食べたい洋梨。ヒロさん、ハートありがとう。ねえ、ラフランス美味しい。おはよう。うん、食べたいな。なし栗、さつまいも、どうして秋に美味しいものが多いのか。確かに多いね。味覚がね、美味しいんですよね、秋は。味覚がいい、やっぱ。だから食べ物の秋になっちゃう、食欲の秋。リア君、だるまさんありがとう。ありがとう、テレイさん。プーさん、ルーペありがとう。鳥取の梨も食べたりする？わかんない。鳥取の梨もぐもぐはあんまりないかもしれん。うん、おはようね。緑の秋、確かに。10月半ば過ぎだからね。あ、ラフランスこれからなんだ。あれからか。あんまりスーパーでも見かけないと思っていたら、そういうことか。シアさん、ハートありがとう。おはよう。おはよう。レア君、バラありがとう。うん、めちゃん多分まだ大丈夫。新幹線っていうのがあるの。新幹線、あれも食べたい。あれも秋だよね、シャインマスカットも秋だよね。おはよう。渋谷の時間ヤクルトさん売ってたで。売ってるらしいね。それ見つけ、見てみたいんだよね、生で。その渋谷にあるというヤクルト線の自販機。キアラさん、初見さん、なーに？ありがとう。朝足始まらんなーって気づいて始まった。ごめんね、遅れちゃった。遅刻しちゃいました。ごめんなさい。おはよう。
ね、シャインマスカット美味しいよね。新幹線のシャーベットが新幹線の車内販売で出てたじゃん。確かに、それ私も新幹線はこの5の移動の新幹線だと思った。大々さん、受験さん、なに、ありがとう。泣き始めが好きです。嬉しい。眠たい。おはよう。シャインマスカット今が旬なんだやっぱり。え、でもね、めっちゃ見るもん。シャインマスカットいっぱい売ってる。買おうかなって悩んじゃうぐらい売ってる。かまちゃんハートありがとう。買いたい、買いたくなるもん。買おうかな、食べたくなる。美味しいよね、シャインマスカットって。おはよう。うん、岡山、岡山さんのシャインマスカットがいっぱい出てる。あ、お手頃価格。あ、そうなんだ。え、やっぱりなんか1000円以内、900何ぼとかで売られてたりしてるの見て、うわ、え、900何ぼって意外とシャインマスカット界だと結構お手頃なんじゃないかと思いながら、わかんないって思って買わなかったんだけど、豊作なんだ。うん、そう、大体1000以上するもんね、シャインマスカット。そういうイメージがあるけど、この前見たら900何本ぐらいだった。3桁。マカロニーランピッツさん、ハートありがとう。今度見かけたら買おうかな、勇気を出して。ルーカスさん、ハートありがとう。あ、巨峰とかより安い。そうなんや。おはよう。700、安いかも。それはルーカスさん、ルーペありがとう。だるまさん、マジだ、合ってたか。だるまさんもありがとう。おはよう、いってらっしゃい。598円。それでシャインマスカット買えちゃうんですか今。すごい、それは。ディーバイさん、だるまさんありがとう。買おうかな。一回ね、お姉ちゃんとなんかシャインマスカットおじいちゃんにもらったのかな、もらって持って帰ってきた時に、あのなんか生クリームを買って、別でシャインマスカットに生クリームをチューって垂らして食べたら、もうね、贅沢なんだけど、めっちゃ美味しいんよ。美味しいどころじゃないの、騒ぎじゃない、もう、うわっくらい美味しいやばい、全部が飛び出る勢いで美味しいんですよ。甘いところですね。あー、まあくらい美味しい。うん、やばいんよ、それ食べたくなっちゃう。シャインマスカット買った。そう、あ、パフェ、うん、そんな感じだよね。生クリームのせるから。美味しいよね、わかる。シャインマスカットのケーキとかパフェ美味しい。うん、エバミンだった。え、すごい、作ったん？すごい、それは送ってほしい送ってほしい勢い、すごいね、いいね。おはよう。
あ、クリームチーズも合いそう。確かに合う、それは絶対に合う。リアコ製造機だと思う。え、何それ。そんなこと言ってたの。あ、暑かったから育つのが、なんだろう、早かったというか、良かったんだ今日、今年。そういうことね。おはよう。初見さん、天使の弟子さん、おはよう。わ、食べたくなってきた。マスカット、甘いもの食べたい。ケーキも食べたくなってきた。ケーキ、どうしてチョコにマスカットって言ったの知っとる？え、知らない。そうなの？サスオニさん、ハート、ありがとう。 STO さん、ハートありがとう。おはよう。エイリュウさん、ハートありがとう。タクちゃん、ハートありがとう。確かに夏、今年の夏が暑かったおかげでマスカットがお値段安めになってるけど、その分カメムシも多いっていう。いいところがあれば悪いところもある。カメムシも豊作、やだな。カメムシは豊作になってほしくない。うん、おはよう。ティマイさん、ググありがとう。赤さん、初見さん、ありがとう。和弘さん、初見さん、おはよう。昼休みさん、ハートありがとう。カメムシ、え、広島が多いんかな？ってことないか。中国地方、九州、中国あたりが多いのかな、カメムシって。今関東の方は全然いない、いないらしい。おはよう。西日本が多いのかね。え、洗濯物にくっつくのやだね。おいしそう、ロールケーキ。おはよう。あ、雨なんだ。こっち晴れてるわ。昨日の夜雨降ってた。今めっちゃ晴れてるね。あ、九州でも聞かないんだ。京都で大発生。あ、なんか中国、近畿だっけ、あたりが多いのか。じゃあルーカさん、愛してます、ありがとう。真ん中らへん、真ん中の左寄りぐらいかが多いな。カメムシ見たことない。めっちゃいるよ。もう来てみ。いっぱい見れますよ、私の家来たら。で、広島来たらいっぱい見れるかも。めっちゃいる。一日一回は絶対に見るぐらい溢れてます。ルーカスさん、ルーペありがとう。ピンクカメオさん、ハートありがとう。
あ、全然見ない。あ、じゃあ、うん、地域によってなのか、出てくるのが。リア君音符ありがとう。岡山も聞かないの？え、じゃあ広島限定？広島の広島のこの、もしかしたら STU 界隈だけかもよ。で、先輩方もあれですよね、広島の STU 界隈のみカメムシが大量発生してるんか。おはよう、やまびこさん、ハートありがとう。今もう STU のメンバーのみんな全員言ってる気がするうん、 STU 内でね、そうだよね、カメムシ話題だよね今ね。おはよう。え、広島緑、うん、リア君ググー、ありがとう。引き寄せちゃったんかも。カメムシよ、カメムシに持って持ってね。カメムシ退治大変。私この前初めてゴキブリが出て、お姉ちゃんと大格闘しました、ゴキブリと。買ってなかったんですよ、殺虫剤みたいなやつ。だからでもなんかちょっとのろまなゴキブリさんで、そのゴキブリさんがちょっとゆっくり乗ったりしてて、歩みが。だから端っこに追い詰めて、動かなかったんです、端っこに追い詰めて。だから右手にコップ、あの紙コップと、左手に紙を持って、あの紙コップを下にす、あ、紙を下に滑らせて上から紙コップをポコってやって、あ、じゃあまず紙コップで押さえたんだ、まず紙コップであいつを、やつを押さえて、で紙コップからをこう離す瞬間に、下になんか紙みたいなのをビュッて挟んで、紙とゴキブリと紙コップをこう挟む感じ、ゴキブリを紙とゴキ紙コップで挟むより挟んで、うわーっと走って外まで持ってってポンって放置しましたベランダに。ただ次の日には逃げてた。うん、そう、めっちゃ頑張って、お頑張った、そう大変でした。まさか、まさかすぎて。だった、次の日クローゼット見たらもうスプレーが購入されてあった、お姉ちゃんの手により。もうスプレーが、次のゴキブリ退治に向けてスプレーが購入されてた。ピーマンバジルさん、初見さん、おはよう。ありがとう、マックンさん、初見さん、はじめまして。ありがとう。おはよう。おはよう。え、パターン9ない。そうなの？そう、でもできれば生きて自然に返してあげる派の人なので、虫は頑張ってね、殺さずにこうやる、やろうと頑張るんだけど、 G はね、なかなか生きて返してあげれることがないけど、初めてかもしれない、生きて外に返してあげれたのそう、カメムシとかは
実家にいた時逃れてたんですよ、カメムシとか。カメムシはもう結構強いんよ私、虫あのね、実家でね結構虫が出たので、ティッシュだったら触れる。ティッシュを手に掴んで、カメムシだったらティッシュ手に掴んでキュッポッてやるたらできるけど、まだ中にも入ってきてないので、外のみなので。まだ、おはよう、ヤスさん、ルーペ、ありがとう。そう、生きたまま自然に。逃してくれたお礼に恩返しに来るかな。え、それちょっと私もね、恩返しに来てくれるかなって思いながら、行ってらっしゃいってやったことある、バイバイって外に。うん、恩返し待ってます、虫さんからの恩返し。宮本浩一さん、ハートありがとう。うん、ハッカユ、シーシーするやつ。笹鬼さん、ハートありがとう。そうなんよね、虫ね、自ら虫に挑みたくはないけど虫好きとは言わんけど、虫好きではないけん、嫌いというか、もう拒絶ではない。触ろう、なんかティッシュ越しになら、こう優しく触ってポンってはできるぐらいです。 G の恩返しはちょっとやっかな確かに恩返し、仲間連れてきました、ゾロゾロはやだ確かにそれちょっと嬉しくないかもしれない。恩返しは G の恩返し。おはよう、いや、丹波入った時は虫は気にならならんかったね。うん、ならんかったかも。おはよう、やだなでも G に限らず仲間呼んでくる系の恩返しやだなそろそろ集まってくるの。お話し会で G が前後に並んでたらどうしよう面白いあ、ちょっと見えてますかって、並んでるんですって声がして、あれどっから声が、下見たら G がいる、並んでるんですよって、おはよう。カメムシと G、 よりにもよってカメムシと G なの、やだな。私の恩返しの虫の人、虫ランカメムシと G しかいないの。クモも助けてよ、クモもクモも助けたことあるよ、クモとカメムシと G。 おはよう、お子さん結婚してありがとう。クモとカメムシと G で例にやばい、私もどうやってお話ししたらいいか分からん助けてくれてありがとう、いいよ確かに朝から虫よだね、虫ユニットクモとカメムシと G すごいなんかやだな、ダークのユニットだね。ちょっとおはよう。じゃあ誕生を読みます。13位、リオさん、
ありがとう。12位さすおにさん、ありがとう。11位ヘリヤスミさん、ありがとう。10位リュウヤくん、ありがとう。9位コウジさん、ありがとう。8位プーさん、ありがとう。7位アオイさん、ありがとう。6位ドッチャンボヤさん、ありがとう。5位リョウジさん、ありがとう。4位ミッキーさん、ありがとう。3位モモンガさん、ありがとう。2位ユズキチさん、ありがとう。そして1位はドゥ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 バン、ルーカスさん、ありがとう。うん、夜配信するするね。でもね、今日遅くなりそう。ちょっとお仕事があるのでまた遅めになりそうなんですけど、10時ぐらいかな、10時過ぎぐらいにするね。じゃあねえねえあずみんで終わります。せーのって言ったらねえねえあずみんって言ってください。せーの、なーにー、ありがとうございました。バイバーイ。いってらっしゃい。バイバイ。